大丈夫ですよ。痛い、外側が。ね、なんか意外と気持ちいいかも、これ。いや、そこはやばいでしょ。そこもやるんだ。はい、旅車出ました、ね。ママ、出ながら。いい感じです。後ろまで見えます。バッチリですね。はい。はい、けいでんから、こんにちは。ヨハニ、キン、上田です。今日はですね、コラボ企画ということで、東洋コンディショニングさんに来させていただいてですね、そして、院長先生の岡山先生、モデルさんになっていただきます。はい、ここにですね、コラボしている動画が概要欄に入っているので、この動画を見た後にですね、先生のチャンネルの方にもぜひ行ってもらいたいんですけどもね。ああ、それ。これ。ああ、これね。やばいですか。すごいですね、超ソフトなんですよ。おお、これっていうか。はい、ということで、さっきすごいソフトなね、治療とかいろいろね、していただいたんですけど、はい、すごい軽いですよ。こんにゃくになったんですね。こんにゃくになったんです。すごいですよ、だってもう本来見えないやつ、僕がいますよ、向こう。向こう鏡みたいな。向こうが鏡なんですけども。ですか、はい、先生さっきちょっとこう、ね、トークで見させていただきました。めちゃめちゃダンスもやって、うん、柔らかいんですけど結構首は来てます今日コンタクトなんですけど目が悪くて、それからやっぱりこう肩が凝ったりとか眼精疲労とか、ひどいと飛蚊症出たりとかいう感じで、この辺はね結構そう硬かったりするんですよ。バキバキです、ね、バキバキなんです。さっき施術していただきましたね、お礼に、はい、いろいろ。で今日は初体験のハリとスイダムですね、あのいろいろお手伝いが溜まっているかもしれませんので、ね、はい、背中がどんなことになってしまうのか、他のスタッフさんを見てあらあらあらって感じるかもしれないです、ね、はい、まあ、元気になっていただければと思います。はい、はいはい、はい、では首肩肩甲骨周りですけども、首の動きをですねちょっと見てみたいと思います。はい、なんかいろいろさっきやった右の方が行きにくいですかね。そうですね、なんか結構張りがあるね、左なんか動くようになっちゃったなっちゃったはい、ということでこれは11円で改善できますでですね、首内側が動きがあるかったので、うん、首に大腿頸椎ぐらいですね、この首の後ろ骨の出っ張り、まあ、ここの間に10円を貼ります。でこの上に1円を貼ります。11円貼っただけです。ここで右ぐらい行きますか。見える後ろが。なんでコンディショニングやった後に維持するために11円貼っといてください。おお、すごい。ということで、はい、これすぐ外すとですね、元戻っちゃうんで。はい。もう一つかかりました。硬いですね。まあ、さっきより硬いですね。まだ残ってる。うん。はい。はい、ということで、外すとですね、元戻ってしまうので、しっかりと治療していきたいと思います。では背中肩甲骨前にスイダムをして、その後吸い上げてですね針をしていきたいと思います。そうですね、多めに入れておきますちょっと軽めにまずやりますね。軽めです。どうですか。おこんな感じです。はい、おお、すげえ。これ大丈夫そうですか。うん、大丈夫。誰か立つとこでも。ここ痛いですね。痛いです。こう上の方が痛いです。ちょっと弱めにしましょう。もう結構上がってきてますね。普段整えてられてるからちゃんと上がってくるんで。若くならない方がいますね。うん、お血が滞りが奥の方に入っちゃって、ちょっと一回じゃなかなか取れなかったりするんですね。うん、大丈夫ですか。大丈夫です。ここがすごい痛いですね。やべえポイントです。すごいですね。え、
結構痛いですねっていう淡々とのリアクションで大丈夫っていうのがすごすぎるんですけど、僕はちなみにここは足バタバタしますね。うわこれ結構弱めですね。はい、そうですね、半分ぐらい。いつもの半分くらい。これ大丈夫ですか？おお大丈夫ですよ。痛い、そこ、そこ側が、ああそこが痛い。ここですね。そこ、そこ。ね、腸腰筋とね、前鋸筋ですね。そこ痛い。上がってきましたね。結構やばいですね。赤い。はい。若干ちっちゃいしますね。今度だいぶ弱いですね。, 笑っちゃうぐらい。これ大丈夫ですか？怖い。大丈夫です。あ、よかったです。ギリ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 。おお。これは。おお、いた。これ痛いですね。大丈夫ですか？ギリ。ギリ。ギリ。あ。おお。だいぶ凹凸が結構出てきましたね。すごい。これはやばいですよ。そこ痛い。でも割と大丈夫ですよ。僕だったらベッドから転げ落ちてるんで。あ、なるほど。ということで、あ、でもやっぱり結構きてますね。ということで、やばいんで、これから吸い上げた後に針をしていきます。結構でもやっぱりひどいですね。ね。はい。いい色が出そうですね。ああ、いいですね。1日に何人ぐらい患者さん見るんですか？患者さん。私でも平日は個人に帰るんですよ、お迎えがあるから。ああ、なるほど。平日はそうでもないんだけど、うん、いや土曜日が土曜日忙しい日なんですよ。ああ。だから9時から、5時半が最後で、はい、30分刻みで。ずーっとやってる感じ？ずっと。いや大変ね。意外とあれなんですね、この辺はオフィスでも住んでる方もいるんですね。最近はね、そう、マンションが増えたので。結構マクドマンションできてる、ね。そうですね。なんか意外と気持ちいいかもこれ。気持ちいい。激しく過激なものではない。でも結構来てますね。うん。うん、なかなかやばそうな。うん感じですか、はい、来てます。いやそこはやばいでしょ。そこもやるんだ、はい、来ました。はい、じゃあ肩甲骨前に7分ほどお休みいただきます。それでは時間になりましたので肩甲骨前の水田も取っていきます。これがあ、ね、やばそこ一番やばそうでしたもん。久々出ました、ね。ママでサラミ。サラミ。首肩甲。じゃあ一回。はい、では結構首この辺やばいっすよね。まあしっかりと針をしていきたいと思います。ちょっと伸ばせるように下にふくらはぎに針します。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、します。大丈夫ですか？大丈夫です。強いとこあります？大丈夫ですか？うん、大丈夫。なんかすごく痒い。痒いですか？
あ、この、はい、良いこと良い鍼灸師の皆さんやめといてくださいね、みよみよね。大丈夫ですか？大丈夫です。今日はこれは何センチか入るんですか？これはですね、1.2 センチぐらいですかね。で、あ、ごめんなさい、これは 3センチぐらいですかね。でも入っているのは 2,3 ミリですね。うん、そうです、はい。はい、それでは10分ほどお休みいただきます。では時間になりましたので、肩甲骨周り針を取っていきます。では動きをチェックしていきたいと思います。はい、ということでアフターですけども、結構おケツがいますね。サラミちゃんが、サラミちゃん、サラミちゃんがもう血流が良くなってポカポカ痒いです。治してないですよ、大丈夫です。治療、大丈夫、大丈夫です。では首、右左、うん、いいですね。いい感じです。後ろまで見えます。バッチリですね。はい、あと視力っていうか、まあ、視界はどうですか、ね、いや、明るいですよ。ってこと書いたでしょ。なんかどこありました。ビジュアルっていうぐらい明るいです。ああ、よかったです。うん、はい、今回は皮膚症とかの治療してないですけど、首周りとかやっぱり緩めてあげるのがすごく大事ですよね。うん、はい、なので顔もいい感じ、顔もいい感じ、目の下のシワとか、うん、すっきりしました、すっきりしました、目大きくなりました、うん、目パッチリ、はい、いい感じです。良かったです。はい、ということで首肩とかですね、肩甲骨周りとか悩んでいる方ですね、治療院を横浜と鈴木院内にありますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。あと今回は福山先生のチャンネルとコラボしていますので、いろんな施術を受けたりとか対談とかもありますので、面白いので11人療法もやってますので、ね、あー、それこれ、あー、これね、やばいですすごいですね、超ソフトなんですよ。おー、これっていうか、この動画が終わったらですね、ぜひ訪問していただければなと思います。はい、ということで、この施術を受けたい方は全国の会員さんで大体450人ぐらいおりますので、概要欄からお問い合わせいただければですね、ご紹介もできると思います。はい、他にも先生術動画ですが、セルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただけると思います。最後にですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。なっちゃった。ワンタイプですね。あ、さすがですね、ワンタイプ。コンディショニング先生ですね。うちのモデルさんだと大体こうやって毎日ああ、こういう感じです。さすが。そして普通は C の字ですって言うんですけど、まあ、まあ姿勢のいいことなるかすない、強敵です音を直すの